どうもこんにちは、AI 太郎です。このチャンネルでは AI を活用してイラスト、絵本、アニメーションなどの作り方を解説しています。今回は AI で稼ぐとはどういうことかについてお話しします。よく聞かれる質問が AI で稼ぐにはどうしたらいいですかということです。私も最初に AI を触り始めた頃はいろんな副業に挑戦していました。ライティングの案件を受注したり、イラストを販売したり、そして現在はオンラインスクールを運営しています。 今までの実体験をもとに AI で稼ぐとはどういうことなのか、AI で稼ぐことは可能なのかについてお話しします。この動画を見れば AI で稼ぐことについて理解が深まると思います。では早速見ていきましょう。今回の動画はこちらのマインドマップを使って解説していきます。 まず最初に AI で稼ぐといってもいろんな方法があると思います。例えば就職しながら普段の業務を AI で効率化したりですね、フリーランス、個人事業主の方が普段の業務を AI で効率化したり、あとは AI 関連の企業ですね、AI を活用した事業を立ち上げるなどこのようにいろんな方法あると思うんですけども、この中でも一番皆さんが興味あるところはこの AI で副業するっていうところだと思うんですね。 なので、今回は AI 副業とは何なのか、AI 副業で稼ぐにはどうしたらいいのか、というところを解説していこうと思います。はい。では、えっと、まず、その副業と言っても、通常の副業というものと AI 副業というのがあると思うんですけども、まず通常の副業ですね。それは仕事を受注する。まあ、給で働くっていうところと、商品を作る。 ま、資産性のあるものを作っていく。この二つに大きく分かれるかなと思います。例えば仕事を受注するというのは、え、ま、ココナラだったり、クラウドワークスだったり、いろんなそういうサイトがありますけど、そういうところでライティングだったり、イラストだったり、で、動画編集だったり、いろんな仕事を受注して、ま、給で働くという形かなと思います。また、商品を作る方の副業ですが、まあ、例えばグッズ販売とかですね、自分でグッズを作って売ると。 あと、ま、教材、何かのノウハウだったりとか、教材を作って売る。あと、ま、SNS 運用ですね。これもある意味、例えば YouTube で動画が溜まってきたら、それが再生されて、広告収入になったり、また、X、旧 Twitter ですね。Twitter とかでも、投稿自体でマネタイズすることができる。そんな形になっています。この辺は、ま、資産性があるかなというところですね。まあ、こんな感じで、通常の副業っていうのがあるんですけども、 じゃあ AI 副業って何かっていうと結局はこの今まである既存の副業ですね仕事を受注したり、まあ、商品を作ったりっていうものを AI と組み合わせるだけになりますなので AI で副業するというと何か新しいことのように感じるかもしれませんが結局何をしてるかというと既存の副業ですね今までもあった昔からあった副業に AI を取り入れていく んなので結局 AI で副業するといってもまず仕事を受注して稼ぐのか商品だったりを作って稼ぐのかと2つの方法があるかなと思いますではまず仕事を受注する方ですけれどもこちらは側近性があるんですねこれどういうことかというと例えばライティングの案件を受けたらそのライティングの仕事を納品だったり完了したら お金がすぐさま支払われる。そんな形になっています。他もそうですね。イラスト作成、アニメーション作成、アプリ作成とか動画編集もそうですけども、やったらやった分だけお金が稼げると。そういう時給で働く仕事になっています。この AI ライティングですが、チャット GPT を使ってライティングをすることによって、普通に副業するよりも色々メリットあるかなと思います。 どんなメリット、デメリットがあるか見ていきたいんですけども、まずメリットの方から。え、これ私も実際に、え、チャット GPT が出てきてすぐ、なんで1年半ぐらい前に、え、チャット GPT を使えばですね、なんかいろいろライティングの仕事できるんじゃないかなと思って、早速やってみました。まあその当時はまだ全然そのチャット GPT でライティングっていうのを言ってる方もほとんどいなかったので、 案件っていうのも、ま、たくさんあって、やりやすかったかなっていうところもあるんですけども、まず自分でやってみて思ったのが、時短でライティングができるんですね。ま、どういうことかというと、例えばこんな感じの記事を書いてくださいって言われた時に、自分で一からこうしですね、まあ、最初どうして、中盤どうして、最後こうしようっていうのを考えるよりも、チャット GPT にポンと、このタイトルでアウトライン考えてみたいな形で指示を出すと、 さっと、記事の流れを書いてくれるんですね。なので、そういった点で、まあ、時短になるっていうところが大きいかなと思います。そして、時短になるということは、例えば今まで1時間かけて1つライティング記事を終わらせて、それで1000円もらってたとしたら、10分でそれが終われば、まあ、10分で1000円稼げると。こんな形で、まあ、時給を上げることができるかなと思います。 で次のライティングの経験がなくてもある程度形になるですが、これも GPT が文章と書いてくれるので、全くそのライティングとか今までやってきた人じゃなくても挑戦することはできるのかなと思います。そして最後のチャット GPT の使い方が身につくっていうところですけども、これがまあ直接稼ぐことにつながるかはわからないんですけども、私自身いろんな案件を 当時撮ってた時にこれはどうやったらチャット GPT に聞いたらうまく書けるかなっていうのを試行錯誤することによって結果としてチャット GPT の使い方がものすごく身について勉強になったかなというそういうメリットもあったと思います逆にデメリットなんですけども、えー、と最初まずそもそもライティングが好きじゃないと続かないっていうところなんですけども、えー、実際に何個か 案件ケーって思ったんですけども全部チャット GPT に書いてもらうことはできないというかできたとしてもすごい違和感のある文章にしかならないんですねなのでやっぱりところどころというか、えー、結構自分で書く必要があるんですねなのでもともとライティングとかそういう記事を書いたりするのが好きな人ではないと結構苦痛になるし続かないかなというふうに思います そしてその下の時短になるけど結構大変コース多いっていうところとまあ一緒なんですけどもなのでチャット GPT 使って時短になるからといってもなんか10分ぐらいで終わるってよりはちょっと手助けしてくれるみたいな少し楽になるそんなイメージかなと思います私も結構最初の頃は調子に乗ってたくさん案件を応募しまくってたくさん案件を取ったはいいものの答え大変だなという形で もう書くのが嫌になるような感じもあったので、この辺は注意がいるかなと思います。そしてまた、競合が多いっていうところですね。私がやっていた頃はもう1年以上前なので、まあほぼ誰もいなかったんじゃないかなと思うんですけども、今は結構同じようなやり方でやってる人が多いと思うので、なかなか難しくなってるかもしれないです。あと単価が安いですね。まあライティングというのがそもそも みんなできそうだなっていうふうに思いがちなところでもあるので、えー、まあ、案件も多いですし、単価がこう低くなる傾向があります。なので、あの、チャット GPT で時短になったとしても、まだまだちょっとバイトの方がいいかなというような、そんな案件もあったかなと思います。ただ、実際私がやっていた時は AI ライティングですね。一部 AI に手伝ってもらいながら書いて、月に2、3万ぐらい、 稼ぐことができていたので、これも本業の合間にやりながらなので、もっと時間をかければもっと稼げたと思いますし、最初に挑戦する副業としてはいいのかなと思います。そしてその当時ですね、いろいろやった上で貯めたノウハウっていうのをだいぶ前に動画に作って出したんですけども、根本的には まだ考え方だったりとか作り方はそんな変わってないんじゃないかなと思うんでもしよければ過去の動画も見てみてくださいはいちょっといきなりライティングのとこでも長くなってしまいましたがどんどん行こうと思いますえ続いてですねこの受注する時給で働いて側近性がある中では AI でイラスト作成して稼ぐっていう方法ですね これ、例えば、ミッドジャーニーでイラスト作成とかですね、ステーブルディフュージョンでイラスト作成、いろんな方法があると思います。それで、これも私の実体験なんですけども、そのミッドジャーニーとかが話題になり始めた頃ですね、1年以上前になると思うんですけども、その頃に AI でイラスト作成して、売ったら稼げるんじゃないかなというふうに思いまして、いろいろやってみました。 でその当時はチャット GPT と同じなんですけど、全くそういうことをやってる人もいなくて、今みたいに AI イラストを禁止みたいな、そういうところもほとんどなくてですね、まあ、一応あの受注するときに AI ツールを使っていますっていうのはお伝えはしていたんですけども、それでも結構案件を取ることができました。どんなのが多かったかというと、例えば YouTube チャンネルを運営されてる方で、 背景のイラストを作ってほしいとか、あとご自身の CD のカバーイラストみたいなのを作ってほしいとか、いろいろあったんですけども、そのままミッドジャーニーを使うと結構いい感じのイラストが作れたので、それを販売という形でやっていました。そのメリット、デメリットですが、AI イラスト作成は誰でも簡単にイラストが作成できるっていうところですね。プロンプトを打ち込めばイラストが描けなくても、 すごい綺麗なものができます。そしてイラストを短時間で量産できるので、とにかくいろんなパターンのイラストが欲しいという方にとっては、こちら側でいろいろ AI ツール使って一気にたくさんイラストを作って、それを納品すると、そんなこともできました。そしてまあいろんな絵柄が出せるですね。アニメっぽいイラスト欲しいですという人にも対応できますし、リアルなイラスト欲しいですという方にも対応できるので、それは大きいメリットかなというところです。 で、デメリットですが、まず思い通りのイラストをまさに作るのが難しいんですね。それっぽいものが作れることはあっても、えじゃあ、このキャラクターの服装を変えて、しゃがんでる様子でとかいう指示が入ると、なかなか作るのが難しかったりします。あと、現在は競合が多くなってるのかなというところもあります。あと、現在、昔は大丈夫なところもありましたけど、現在は AI イラスト不可っていう場合もあるので、 ちょっと難しくなっているのかなというところがあります。自分でやっていた時に思ったのが、やっぱりその納品するレベルのイラストになると、お客さんが求めるものっていうのはもうこういう絵柄でこういうポーズをとっていて背景はこうでっていう形で結構もう詳細に決めてあるものが多いんですね。なので、あのミッドジャーニーとかその AI ツールを使うとそこまで 細部はまだできないので、結局、Photoshop を使ったりとか、他の編集ツールを使って、何時間もかけてですね、一枚のイラストを作り上げる。そんなことをしていました。なので、まあ、結果として本当、時給にしたらどうだったのかなっていうぐらい、まあ、労力がかかったんですねで。AI イラストを使ってっていうのもなかなか難易度が上がってはいるのかなと思います。 続いて AI を使ってアニメーションを作成する仕事を受注するという副用になります。これのメリットなんですけども、アニメーションだったり動画だったり、動きのあるものはイラストよりも需要が多くなってますし、あと単価が高いんですね。ここが結構大きいかなと思います。また、ちょっとアニメーションを作るとなると、競合が少なくなってきます。というのも、 イラストは作れても動きをつけるというふうになると AI ツールだけだとまだ現状難しいところがあって動画編集ツールなどを使っていかないとうまく作れないところがあるのでなかなかできる人がいないとでも逆に言うとできる人がいない分価値が高くなるので AI を使いながらですね作れると単価が高くなるのでこの辺は今狙い目かなというふうに思ってますで、まあ、デメリットですけども もう心理的ハードルが高いですね。この AI を使ってイラストまでは作れるけど、アニメーションまではちょっとなっていう方がかなりいるので、この辺の心理的ハードルが高い。難しいなと、難しそうだなと感じるっていうところがデメリットですね。あとは、AI 以外の知識も必要ですね。AI で作ったイラストを動かすっていうふうになると、アフターエフェクツだったり、そういう知識が必要になってくるのかなと思います。 ここも私自身やってみたんですけども、一番大きいのは、やはり単価が高いっていうところですね。でここを一つ作成すると、一つで5万円とか、そういう相場感になるので、えー、すごく効率はいいかなと思います。さっきのですね、ライティングというのはですね、単価が安い分、まあ、数をこなさないといけないんですね。なので結構大変っていうのがあるんですが、 ちょっとですね、周りの人ができないようなことができると、えー、逆に楽に副業できるかなというイメージですで、えー。続いて AI アプリ作成ですね。これも AI を活用したアプリを作成ですね。まあ、今、チャットボットだったりですね、AI を組み込んだアプリ、これから人気出てくると思うんですけども、このメリットとしては、この AI アニメーションと同じような感じですね。需要が多い、単価が高いっていうところですね。で、まあ でできる人ががあんまりないいななので競合が少ないこの辺がメリットかなと。それでデメリットも AI アニメーションと同じで心理的ハードルが高いですね。AI でアプリを作るってちょっと難しそうっていうところがあるんで、なかなかやる人がいないと。AI 以外の知識も必要なので、少し勉強しないと作れないとそんな感じになっています。あと他にも AI で動画編集とか AI でウェブデザインとか、こういうちょっとですね、スキルがさらに必要なものっていうのが これから単価が高くなって狙い目なのかなというふうに思います。では続いて、今見てきたのは仕事を受注する方ですね。時給で働く方なんですけども、もう一つの商品を作る資産性のあるものを作っていく。こちらを見ていこうと思います。こちらは、この今見てきた時給で働く方ですね。これと比べて、まず難易度が高いっていうのと時間がかかるっていうデメリットがあります。 これどういうことかというと、えー、さっきのですね、ライティングの仕事だったりとかは、とりあえず納品したらお金がもらえるんですけども、こっちの商品を作っていくっていうのは、まず出来上がるまでに無給の時間が発生することが多いです。そして、えー、さらにその作り上げるまでに結構時間がかかるんですね。なので、まあ、側近性はないものになります。じゃどういうものがあるかというと、例えば AI のグッズ販売ですね。 あと AI 関連の SNS っていうのも一つの資産なのかなと思います。あとは例えば AI 絵本っていうのは商品ですね。それを販売したり、あと AI の教材ですね。ちょっと一個一個見ていくと、例えば AI のグッズ販売は AI イラストで作ったイラストを T シャツに貼り付けて売ったりとか、LINE スタンプ作ったりとか、あとは NFT にして売るとかですね。こんなのがあるかなと思います。ただ、 こういうふうに AI で作ったものって多分ほとんど売れないと思います。なんでかっていうと、まず競合が多いんですね。例えば T シャツを作りましたと言っても、買う側からすると、その AI で作ったかどうかっていうのは特に興味はなくて、他のまあ普通のファッションブランドですね。他のブランドとかと比較されてしまうということで、まあなかなか売り、売れづらいっていうところがあります。それであとは、 まあ作ったとしても広告だったり宣伝っていうのが必要になってきます。ここが結構抜けてると商品を作っても売れないと。であとはクオリティを高めるのが難しいっていうところですね。T シャツにまあイラストだったりを貼り付けても誰でも作れるので現在いい感じのイラストなのでちょっと差別化、クオリティを高めるのが難しいっていうところがあります。で他のラインスタンプも同様ですね。NFT とかもまあ同じような理由で ほととんど売れないという現象がありますもちろん、この T シャツをですね、作ったのが、芸能人だったり、既に知名度のある人が AI でイラストを作って、T シャツに貼り付けて売りました。と言ったら、もう広告宣伝というのが自然とできているので、AIT シャツっていうのも売れていくとは思うんですけども、普通はなかなかそこまでの広告だったり宣伝もできないというところですね。 続いて AI 関連の SNS 運用です。例えば YouTube だったり X で情報発信、インスタで情報発信っていうのはできると思うんですけども YouTube であればチャンネルが育っていくと動画が再生されてそれで広告収入が得られるとそういう意味では資産性があるのかなと思います。例えば YouTube で AI 情報発信とかですね AI でなんか解説チャンネルだったり え、ローファイチャンネルとかも作るとうまくいけば収益化して不労所得のようなものも作れるのかなと思います。そしてこの YouTube で AI 情報発信っていうのは私が実際に今やっているところなんですけども、まず動画が再生されると YouTube の広告収入が入っていきます。ただですね、この広告収入を得るまでですね、収入ゼロの期間っていうのが結構長くあると思います。 私自身ですね、最初の頃はですね、ほんと動画を、編集とかも慣れてないんで、丸1日かけて、ま、1本動画作って、再生数2とか、それでその中の1は自分だったりするんですね。なので、かなり、え、最初は何のためにやってるんだろうという時間が長いです。それで、ま、それを、じゃあもう少し続けてみようかと思って、2本目作って、2本目も、まあ、ちょっと編集が早くなって、 えーまあ、10時間ぐらいかかったとして、もう一度上げてみると、また再生数1とか、それも自分の1だったりするんで、そういう期間を、えーまあ、乗り越えるっていうのが結構大変かなっていうところですね。ただ、えー、軌道に乗ってくると、少し資産性が出てくる。形で過去に作った動画が再生されて、それが、えー、広告収入になっていくというところです。ただ、軌道に乗ったので終わりではなくて、 またさらにそこから継続が不可欠ということで結構あの見た目以上に大変だなというところがありますただこの広告収入以外にもですね集客というメリットもあって実はこっちの方が大きいかなという感覚があります広告収入よりも自分のサービスですね私の場合だとオンラインスクールだったり講座だったりですねそういうのがあるんですけどもそういうところの集客にすごく え、貢献してくれてるなというところです。なんで、一度作った動画が営業マンのようにですね、日中働いてくれていると、そんな感じになってます。なんで、この辺の YouTube 運営っていうところもですね、まあ、大きい、大きく見るとこの資産、商品を作っていくって感じなんですけども、これはやっぱり難易度がちょっと高いのと時間がかかるっていうのがあるかなと思います。で、他にもこの SNS 運用に関しては、例えば X ですね、X で 旧 Twitter で AI 情報発信ですね。X の,その投稿自体でマネタイズすることも今できますし、あとは集客にもつながるのかなと思ってます。私のですね、X は全然伸びてないんですけども、この辺もうまく伸ばせると、こういう効果があるかなと思いますで。インスタとかも同じですね。インスタ上でマネタイズ集客につながっていくかなと思います。 インスタもほとんど全然伸びない感じですね。結構この辺の SNS 運用っていうのも運の要素も大きいですしタイミングとかもあるのでマネタイズするまでに時間がかかるかなというところですね。なので側近性はないですかね。そちらの時給で働くよりも。それで、えー、例えばじゃあ他にも絵本という商品ですね。作って売るっていう方法もあります。 AI で絵本を作成するで。AI で絵本作成っていうのは、まあ、Kindle のペーパーバッグ、紙ベースで販売だったり、電子版で販売というのがあります。ただ、これもほとんど売れないと思います。というのも、さっきの T シャツの例と同じで、えーまあ、競合が多いっていうのがまずあります。で競合は誰かっていうと、AI 絵本ではなくて、本業の絵本作家さんとの比較になってくるんですね。この絵本を買う側から考えると、 それが AI で作られていようが、人が書いていようが、面白かったり、自分が好きだったら買うということなので、なので、競合は本業の絵本作家さんですね。あとは過去からのベストセラーの絵本ですね。小さい頃、自分が読んでたものを子供に買い与えるっていう親御さんも多いと思うので、この辺もまあ、シンプルに、こう、難易度が高いかなというところですね。それで同じように、絵本作りました、売ろうと思ったら、広告と宣伝が必要になってきます。 ただですね、この後でもう少しお話ししますが、AI 絵本に関しては、この Kindle で売るっていう以外にもかなり可能性は大きいなと思っているので、ちょっとまた後でそれには詳しく話そうと思います。あとは AI の教材販売ですね。AI を学べる教材を作っていきます。例えば ChatGPT を完全に学べるような教材だったり、Midjourney を学べる教材、Stable Diffusion を学べる教材ですね。 なのを作ってもいいかなと思います。これ、これすべてですね、需要はまだまだ多いなというふうに感じてます。で、私もミッドジャーニーのですね、教材を作って販売してますけども、まあ、その難しい点で言うと、かなり時間を費やすですね。えー、まず、教材作るまでにいろいろ自分で調べてですね、自分で使いながら作っていくというのは結構大変な作業になって 行きます。で工数も多いですしその作ってる間は特に何の収益も発生しないという状態になりますそしてさらにここが結構致命的にき,きついところなんですけども情報ががすすすぐに陳腐化するのででアップデートが必須なんですね。一度よしミッドジャーニー教材が完成したと思ってもなんかその次の日には新しい機能つきましたみたいな発表があったりしてが、まあ、愕然とするとそんな感じがあります はい。ということで、ちょっとこれちっちゃくして、大きく2つですね、時給で働く方と商品を作る方っていうのがあるんですけども、この商品を作っていく方っていうのは、出来上がったりうまくいくとリターンも大きいんですけども、やっぱ難易度が高いっていうのと時間がかかるっていう点が最大のネックかなと思います。一方、仕事を受注する方ですね。こちらはとりあえず納品してしまえばお金はもらえるという形なので、え、側近性があるかなと思います。 なので、今、ざっと AI で稼ぐ全体像を見てきましたが、今、自分が何をしているのかっていうのを明確にしておくといいかなと思います。っていうのも、じゃ例えば AI で稼ごうと思っても、副業で稼ごうと思っているなら、 自分はどっちを今やっているのか、時給で働く方をやっているのか、それとも商品を作ろうとしているのかっていうのをまず自分の中で理解する必要があるかなと思います。例えば、じゃあ LINE スタンプを売ろうと思ったら、その難易度をまず事前に知っておいた方がいいと思います。LINE スタンプを作るというのは商品を作るジャンルに入るので、難易度が高くて時間がかかります。なので、1個作って売れないのはなんでだろうっていうのではなくて、 そもそもそれは難しいことなんだっていうのを理解しておくと自分の期待するものとそこまで外れなくなって絶望しなくて済むかなと思いますもし例えば AI で風業したい月に数万円稼ぎたいなと思ったらこっちですねこの商品を作る方をやっちゃうとなかなか成果は出ないと思いますなので月に数万円稼ぎたいなと思ったらこっちの時給で働く方ですね こっちの中から選んでやっていいくこととが大切かなと思います。そして最初はこっちの時給でで働く方ですね。仕事を受注する方が簡単だと思うのでまずこっちから手を出していくのがいいかなと思います今回この全体像だけで終わろうかなと思ったんですけどももうちょっと今話してて深掘りできるかなと思ったのでもう一つ深掘りしていきたいと思います では続いてですね、AI 副業ですね。AI 副業をする上で考慮すべき点をまとめてみました。これを念頭に置いておくと、いや、こんなはずじゃなかったのにな、とか、いや、全然 AI 副業を稼げないな、っていうのが減るかなと思います。まずですね、4つ、この4つがすごい大事だと思うんですけども、えっ、ー、と、簡単にできることは誰でも簡単にできるので稼げないというところですね。 であとは AI ツールをしっかりと使いこなせるようにしておく。そして AI はまた新しいので、今しっかり学べるとチャンスが大きい。あとは発想を変えるというところです。ちょっと詳しく見ていきましょう。えっ、ー、と、まあ、簡単にできることは誰でも簡単にできるので稼げないということで、じゃあどうすればいいのかというところですが、えー、まあシンプルな結論なんですけども、時間をかけるっていうところですね。誰よりも特定の AI ツールに詳しくなる。 こんな方法もいいんじゃないのかなと思います。例えばランウェイとかピカとかスノーとかですね。どんどんですね、便利なツール出てきてます。でまあ、チャット GPT とかはもうかなりいろんな人が分析したりですね、使い方とかも公開しているので、今から難しいかなと思うんですけども、ちょっと絞ってですね、例えばランウェイの動画作りの AI ツールですね。このピカとかもそうですけど、あとスノーで音楽作るとか。 これをもう徹底的に調べて誰よりも詳しくなるみたいなこんな感じでやっていくと、えー、まあランウェイの専門家とかですね慣れたり逆に1個使いこなすことによってあじゃあこれこんな風に使ったらこんな副業ができそうだなとか新しいアイデアも湧いてくると思うのでもうシンプルにこう時間をかけて何か1個を身につけていくとこれはまあ AI に限らず、えー、何でもそうかなと思うんですけども結局 AI で簡単にっていうよりはしっかり学ぶところが大切かなというところです。で、あとここも結構大事だと思うんですけども他の人が面倒だなと思うことをやっていくというところです。例えば、まあ、情報をまとめて分かりやすく発信するとかですね。あとはもう AI から一旦ちょっと離れてプログラミングの勉強をして AI を活用したアプリを作成してみるとかですね。これも面倒くさいですよね。 今からプログラミングの勉強を始めるのかと思うとちょっと嫌になるかもしれないんですけども、こういうちょっと嫌だなとか面倒だなって思うところに結構チャンスがあるかなと思っているので、例えば編集の勉強ですね。AI を活用したアニメーション作成とかですね。例えば逆に英語の勉強をして、英語で最新情報をキャッチして差別化とかですね。この辺も英語もチャット GPT 使いながらとかですね。いろんなやり方をやっていって、 ちょっと面倒だなと思うことをやっていく。遠回りのような感じなんですけれども、結局これが一番近道なのかなという感じもします。はい。それで次ですね。AI ツールをしっかりと使いこなすですね。AI で副業したいということであれば、その AI を使いこなせる。確実にいろんなことができるというところは必要不可欠かなと思います。まあ、基礎練みたいなとこですかね。 サッカーで言うと、体力があったりとか、パスがうまいとか、シュートうまいとか、その辺の基礎的なところできないと、試合でもあんま活躍できないというところで、この辺の AI ツールをしっかり日々学習して、情報アップデートして、あとはできることとできないことを把握していく。この辺も大事かなと思います。で、次ですが、えー、AI はまだ新しいので、今しっかり学べるとチャンスが大きいというところですね。例えば、えー AI× 絵本、AI× 漫画、AI× アニメーションっていうのは数年前まではなかったものなのでこの辺もまだまだいろんなチャンスがあると思いますし独自の AI× 何かっていうのを見つけていくことができると他の人にはできないようなことができるようになると思います。あとは発想を変えるというところです。これ結構大事だと思ってまして。 先ほど AI 絵本は売れないっていう話をしたんですけどもじゃあ本当に売れないのか本当にマネタイズできないのかっていうふうに考えると AI 絵本イコール Kindle で販売するというイメージしかないとなかなか難しいんですけども例えばですね実際にですね私のオンラインスクールで受講してくれた生徒さんの中には AI 絵本を 作れるようになって、それを自分のコミュニティですね、で販売されているという方もいました。自分の地元のですね、所属するサークルみたいなところで、こんなふな、こんな絵本を作ってるんだっていうふうに見せたところ、他の方から私も作ってほしいとか。 なんか孫にプレゼントするためにあの作ってくれないとかこんな内容でとかいう形でネットではなくてですね地域の自分のコミュニティ内で販売していくということも可能だと思いますし私の生徒さんの中にも AI 絵本をですね逆に教える講師業で独立されている方もいますそして AI 絵本っていうのはゼロから AI を学ぶのにすごく最適で例えば AI 全く知らない っていう人がいても、え、AI 絵本を作っていく過程で、チャット GPT だったり、キャンバーだったり、フォトショップミッドジャーニーとかですね、ダリ、キンドル出版ということで、まあ、いろんなスキルが身につくというところですごくいい教材になるかなというふうに思います。あとは他にも AI 絵本っていうのを受注している方もいました。例えばですね、あの、他の方の人生の、まあ、就活じゃないんですけど、終わ、終わる活動の就活の方で、 自分の人生を絵本にしたいっていう方に作ってあげてるとか、あとはプレゼント用に作ってあげたいだったり、あとは中小企業のですね、社長さんが自分のその創業ストーリーっていうのを絵本にしたいっていうこところで、それを AI で作って仕事として受注したと。そんな方もいらっしゃいました。なので、ちょっとですね、発想を変えてですね、例えばまあ AI 絵本に限らずなんですけども、一個の方法で副業する のではなくてですね AI でこんなことができるようになったからじゃあちょっと発想を変えてどんな方法があるかなっていうのを考えてみるのもいいかなと思いますそして発想を変えて独自のものにたどり着けると結構それは競合もいなくて、えー、チャンスがあるのかなと思いますちょっと最後にもう一つまとめたものを見ていきたいと思います はいえー、っと最後に AI 副業のロードマップということで、えー、じゃあその月1万稼ぎたいとか10万稼ぎたい100万稼ぎたいっていう人におすすめというかこんなルートがいいんじゃないかなっていうのを考えてみました、えー、まずですね月1万円稼ぎたいっていう場合は先ほどの AI 副業の 時給ですね。時給で働くというやり方がいいんじゃないかなと思います。例えばチャット GPT でライティングの案件を受注したりですね、イラスト作成の案件受注したり、こんなのがいいかなと思います。ライティングの案件自体は結構たくさんあるので、どれか一つ試しに応募してみて、それをチャット GPT を使いつつ副業ですね、挑戦してみるといいかなと思います。 1> で月1万円だったら今でもできると思うので、それをやっていく中でですね、AI 副業のリアルというかですね、実態が分かってくるかと思います。はい、そして次が月10万円ぐらい稼ぎたいっていう場合ですね。そういう場合は、先ほどの時給で稼ぐの延長になるんですけども、ちょっと単価の高いものに挑戦していくっていうところですね。 え、AI のアプリ作成を受注してみたりですね。スキルが必要な分単価が高い。で、AI でアニメーションを受注するスキルが必要な分単価が高いですね。こんな感じで、AI を使ってちょっと時短だったり簡略化しながらこういう案件を受けられると月10万円っていうのも達成できるかなと思います。そしてですね、今現在特にアニメーションですね。この AI を駆使しながらアニメーションを使って 仕事を受注するっていうのが、これから競合もまだいないですし、単価も高くて、1件で5万とかですね、そういうのあるので、チャンスかなと思ってます。そして今、AI アニメーション講座ということで、ゼロから AI を使ってアニメーション作れる、そんな講座を作成してますので、完成したらまたご連絡させていただきます。そして最後ですね、月100万円稼ぎたい場合ですね。 こういう場合は、もう起業をしていくのか、しっかり商品を作り込んでいくのかのどちらかかなという気がします。なので、この辺はどちらかというと、時給で働く方ではなくて、商品を作って資産性のあるものを作っていくと、そんなイメージになると思います。例えば、起業であったら、AI のチャットボットを開発したり、AI データ分析サービスだったり、AI の教育プラットフォームを作るとかですね。 そんなことがまだまだすごいチャンス多いかなと思います。そしてあとは商品ですね。商品を作って販売するというところがあるかなと思います。例えば AI アートですね。すごくま価値のあるものを作り上げて、宣伝してどんどん売っていくということもできますし、まあ、グッズとかもそうですね。あと AI でアニメーションを作ってですね、それをまあ企業向けに作って売っていく、そんな方法もあると思いますし、 あとは AI AI のの教材ですね AI の使い方だったりですねそういいいううののをまとめたものを売っていくっててく方法があるかなと思います。なので、ちょっとまあ、大きな金額になっていくと、時給というよりは何か商品ですね。何でもいいんですけど、商品を、人気の商品を作って売っていくとか、企業とかですね。そういう形になっていくかなと思います。えっと、一通りですね、この1年、2年ぐらいで全部やってみたんですけども、 やっぱり大切なのは自分が、ま、どのぐらい AI 副業で稼ぎたいなと思っているかっていうところで、稼ぎたい金額によってや、やることが変わってくると思うので、そこのミスマッチが起きないようにするのがいいかなと思います。なので、例えば、この月1万円稼ぎたいと思っているのに、いきなりこの商品とかですね、を作り出しちゃうと、あれ全然売れないぞっていう形にもなると思いますし、逆にこうですね、まあ、月100万円行きたいっていうのに、 チャット GPT のライティングの案件を取っていると、まあ、これどんだけ案件を取らないといけないんだっていう形でミスマッチが起きてくるので、そこを、ね、自分なりにですね、目標を決めてえ、じゃあどれが現実的かなっていうのを考えていくのがいいかなと思います。で、まあもちろんですね、この今、なんとなく大雑把なロードマップなんで、 このライティングの案件で100万稼いでますよみたいな方もいると思いますし、このアプリの作成受注でもっともっと500万ぐらいいってますとか、いろんな人がいると思いますし、なので、まあ、これが全てではないですけど、なんとなくこんなイメージを持っておいた方がいいのかなとは思います。ということで以上になるんですが、今回この使用した、こういうですね、表みたいなやつ、マインドマップと言い,いまして、このマインドマップ、 欲しいという方いたら無料でお配りしてますので LINE 登録していただいた方に配布しますので欲しい方は概要欄に LINE の登録のリンクがありますのでそちらからお願いします今回ですね普段は AI の使い方とか作り方とかそんな感じの動画を作っているんですけどもちょっと今回ずっとただマインドマップを見て喋るという ちょっと地味な動画になりましたが今日ざっくりお話ししたんですけどももっと深めようと思えば深められるところがいろいろあるので例えば AI 絵本についてももっともっと深く解説することもできますし AI アニメーションですねのところもこれから面白いなと思っているので深くもっと深掘りできるのでもしこのスタイルですねがなかなか面白かったということがあればコメント欄に え、コメントいただけると嬉しいです。そして、なんかどの辺、どの辺をより詳しく聞きたいかとか、いうのコメントをいただけると、え、大変参考になります。はい、ということで、今回の動画は以上となります。本日もご視聴ありがとうございました。